今もう指先で柔らかくなってるの分かりますけど、これで柔らかくしてくるんです。で、痛いか痛くないかって聞いて、痛くないって言えば今度膨らんでいける。一番痛いところまず取って痛くないんだったら指持っちゃっていいですから、あとこれずっとこう足首と、まあ、指はもうどっちでもいいですけど、足首だけ動かしてこうやって同じようにやっていけば全部。これ今ねどのぐらいだ、これだけこう柔らかい状態の筋肉ありますけど、これずっとやっていくとこの柔らかいところが増えるんですよ。緊張、無緊張の状態になる。筋肉もあるから、なるときは早くやっちゃいますからね、実際ね。だ、一番大事なのは柔らかくなればいいっていうことなんですよ。ならないんだったらゆっくり動かしてみるとかして、力が柔らかくならないんだったら力の加減を少し変えてみるとか、ちょっと弱くしてみるとか。